どうも、こんにちは、弁当です。今回、高校物理制限波の式ということでやっていきます。巻き戻すという考え方をまず理解していただきたいです。y と t がこんな関係にあるよって時に、今 t 秒経っているとします。すなわち、時刻が t なんですね。この時に状況を s 秒を巻き戻すっていうことを考えると、時刻が t-s ってことになりますね。なんで、時刻を代入すべき、このカッコの中身 t にですね、t-s を代入し直せばいいわけです。だから、結果的にですね、引き算だけで、 巻き戻すということが可能になるわけですよね。例えば、y イコール s i n のこれ、オメガって呼びます。オメガ t において、s 秒前の状況はというふうに言われたら t 引く s ですよね。え、これを代入し直すっていうことですね。だから引き算で、え、いいということです。だから、このスライドで長理解してほしいのは、t のところを t 引く s にすれば巻き戻すということができるんだよと。ま、その事実だけを理解しておいてください。まだイメージはつかめないと思いますが、まあ、t を t 引く s に置き換えるという、 え、ことを覚えておいてください。いいですかね。まだ理解できないと思います。じゃあ、YX グラフっていう風なのは海のイラストなで、例えばこんなやつですよね。こんなやつはもう横、海、海とか波をですね、横からパッと見てやった時にこんな形なんだよということですね。 だからちょうどこんな感じです。一えー、岸から数えて1メーター右に進むと波の高さが h メートル、2メートル進むとマイナス H みたいな感じで、横と縦の情報をもう本当にシンプルにこ表してるんですね。だから、波がこうやってバーって動いてるんですけど、サイン波を描きながらこうバーって動いてるんですが、その瞬間、まあ、偶然ですね、写真をパシャッと撮ってやったわけです。写真ですね。そうすると、偶然、この波の形でしたよ、ということです。 なので、実際はですね、右に V メーター毎秒で動いています。なので、山の頂点をですね、目で追いかけると V メーター毎秒で山が動いているように見えるわけですね。これが波の速さってやつです。だから、実際 YX グラフっていうのはもう本当に写真に等しいんですが、あの、実際は動いてますから、えっ、ー、と、YX グラフを見た瞬間に頭の中の想像力、イマジネーションで動かすっていうことも覚えておいてください。いいですかね。 じゃあ次ですね。えー、さっきの YX グラフとはまた違います。YT グラフっていうのは、スイカのボールの単振動です。で、えっと、どうしても YX グラフが写真なので、イメージしやすいんですね。しかも頭の中の想像力で、これを動かすということもできますから、すごい簡単です。え、YT グラフですね。縦と時間の情報を付け加えたいので、どうしても X っていう情報は絞る、絞るしかありません、ね。限定します。なので X、X イコール0に限定してください。 で、X イコール0に限定しましたら、ここにスイカのボールを置くんですね。はい。ここにスイカのボールを置いて、じゃあ、頭の中のイマジネーションで右に V メーターマイビューで進めます。もちろん、ここにハゲがあるからなんですね。ハゲっていうふうな、ま、な、ナマズですね。ナマズがここで暴れてるわけです。そうすると、ナマズくんのせいでバシャンバシャンバシャンっていう,うに、右に波が、ブーっと動いていく形になりますね。そうすると、ちょっと波動かしてみたんですが、 えー、このスイカのボールは最初に下に動きますね。なんで、下に動いて、で、まあ、次の瞬間、上に上がって、また上に上がって、っていうのを繰り返しますよね。なんで、ちょうど、えー、この YX グラフと YT グラフっていうのは、もちろん X イコール0の限定があった時に限りますが、これに限りますが、上下反転という形になります。上下反転ですね。 おっ番車が遅くて申し訳ない。上下反転ということになりますね。いいでしょうか。おっと、このスライドは捨てていた。あの、普段ですね、y イコール a s i n シーって、これマイナスなんですけど、A サイ a s i n って書くと思うんですが、シータイコールオメガ t っていう、この情報を付け加えてやってください。まあ、ちなみにこれは y イコール ax。まあ、比例の式とすごい似てますね。変数、変数、比例定数という形になります。 で、そうすると、このシータのところにオメィ t 代入することで、えー、同じような式が出てきます。で、もともとここで横軸でシータっていうふうに書いてますよね。あの、数学2ですかね。数学2でやるような範囲ですが。で、シータって書きますよね。なんだけど、これあの、オメガ倍、ま,または、オメガ分の1倍なので、もう、あの、波の形状って伸び縮みするだけなんですね。あの、周期が変わるだけなんですね。だから、もう外形として一緒なので、ここシータって書かずとも t で OK です。 え、それがまあこの媒介して別の書き方で書いたらいいところですよね。だから、え、オメガ t っていう風な塊、これを使うんだってことを覚えておいてください。いいですかね。じゃあ、さっきオメガっていうのを見てやりました、y。え、y コール a 3 i n e t ってあった時に時間の情報を加えたいねと。単振動だから、何秒後にどこにいるかってことが必要なんで、時間が欲しいねと。 じゃあそうすると、このオメガって何なんだっていう形なんですが、えー、単位をつけましょう。単位つけると、えー、角度という風なのがですね、えー、ごめんなさい、ちょっとラインがな、ラインちょっとまたなるかもしれないんですけど、ごめんなさい。ラジアンですね。えー、た、角度っていう風なのは、なんとか度、30度、60度っていう風な情報と、ラジアン、2、えー、分の 3π、3分の 2π っていう風な書き方があります。今回、ラジアンを採用していますので、えー、ラジアン、えー、これが単位になりますね。 まあ、え、英語で書けば L、あ、ごめんなさい、RAD ということです。で、まあ、時間は S ですね。で、え、このラジアンパーセカンドっていうふうなのは、まあ、分数と同じようなニュアンスなので、えっ、ー、と、この単位というふうなのはですね、本当に文字式と同じように約分とか掛け算ができます。なんで、こうやって、やれば、ラジアンとラジアンって形になりますね。なんで、このスライドで見てほしかったのは、オメガっていうふうなのはラジアンパーセカンドなんですよ。え、これは V に似てますね。メートルパーセカンド。 一秒に何メートル進むか。一秒に何メートル進むか。一秒で何ラジアン回るか。一秒で何ラジアン回るか。これがオメガなんですね。はい。じゃあ、えー、もうちょい見てみましょう。一周分で議論します。一周分なら、2π ラジアン回る。まあ、一周分ってことですね、2π ってのは。 で、t 秒っていうのはこれ、大文字 t っていう風なのは、1周分回る時の時間、すなわち周期を示します。なので、これ、単純に割り算することができますね。1周分っていう風な同じ条件なので、割り算ができます。で、これもですね、ラジアンとセカンド、これを割り算するっていう形で、ラジアンパーセカンドですね。これ、ちょうどあの分数の形なので。だから、これとオメガって一緒の意味なんですね。だから、t 分の 2π を見た瞬間に、これ、オメガですよと。 これを覚えておいてください。だからさっきこれ比例定数って言ったんですが、これも比例定数なんですね。うん。だからこれを覚えておいてほしい。2π 割る t。これは比例定数なんです。じゃあ次のスライド行ってみましょうか。これ比例定数ですよね。うん。で、そうするとちょっと書き直しますと、a サインの ω t 引く、これなんか巻き戻してますね。なんで t 引く s ということにしましょう。で、だから簡略化するとこれになるんですね。y イコール a sin オメガ t。 これが教科書に公式として載ってるやつで、これを証明しなければならないんです。な,なんだけど、あまりにももう難しいというか見づらいのでえ、簡略化してこの式をまずは覚えていただきます。この式は覚えるまでもないですね。結構当たり前っちゃ当たり前の式なので。はい。なんで、えっ、ー、と、この上からの式すごいわかりにくいなと思うんですけど、この上からの式を見た瞬間にですね、瞬発力としては y と t の関係なんだなということを見抜いてください。 比例定数ずれてる。だから、y と t の関係なんですよ。ここ見抜いてほしいですね。じゃあ実際に求めていきます。<laughs> えっと、y と t の関係を見てやりたいので、こうですね。この関係を見てやりたいので、x イコール0の時の yt グラフです。これは限定条件ですね。x イコール0。すなわち、スイカのボールを x イコール0の位置に置いたんですね。で、なんでこれ、マイナス a サイン ax にしてるか。 なんでマイナスにしたかっていうと上下反転だからですね上下反転するのを見越して YX グラフは上下反転でマイナスサインにしておいた方が、まあ、後から後から処理がしやすいですよねでスイカのボールはちゃんとねこうやって右にごめんなさい左に破片があってここ,ここでナマズが暴れているとすると上側にファーストリー上側に進むわけですこうやってね じゃあ、えク、ー、x イコール0っていうふうな限定条件で今議論してきたんですが、えー、ここにスイカのボールを置いてみたいねっていう、x イコール p としますね。そうすると、この x イコール p の単振度を見てやりたい。えー、この時の、えー、yt グラフを見てやりたいんですね。うん。無理言うなよってことなんですよ。あの、こっちでやりたいんですね。こっちでやりたい。だから、この y、ごめんなさい、x イコール p の単振度はですね、v 引く p 秒前何かというと、 もともと、えー、この、まあ、ちょっと、なんだろうな。y 座標を一定にして左に寄せます。そうすると、えっ、ー、と、x イコール0のところから、ここまで移動する間に、えっ、ー、と、時間が、ごめんなさい、速度が v メーター毎秒で、えー、座標が p メートルですね。なんで、えっ、ー、と、秒数としては p、p 割る v 秒、 立ってるんですね、今、状況として。だから、これを巻き戻せば、x イコール0での単振動として処理ができますよね。だから、今書いた、このイコール関係、絶対に覚えておいてほしいんです。x イコール p の単振動というふうに言われたら、これは巻き戻すんですよと。巻き戻したときに x イコール0の単振動になるのはどうすればいいかなと。 それは v, v, v 分の P 秒前っていうことでやればいいんですね。うん。だから V 分の P 秒ってこ、こ、この計算はちょっと皆さんにお任せしますが、いろんなやり方あると思うので。はい。じゃあ実際やってみますね。y イコール a サインのオメガ t ですよ。で、これが結局 x イコール0の単振動なんですね。そうすると、これを V 引く P 秒前の x イコール0の単振動にすることで、結果的にですね、x イコール p の単振動を表現できたことになります。 いいですかねそれは全く同じ動きをするのでそうできただけです。だから巻き戻すんですね。あくまでも x イコール0の単振動として捉えたいんだと。だけど、えー、もう本当に x イコール p にスイカのボールを置いちゃったもんだから、えー、じゃあ、これが何秒か前の x イコール0と。えー、そういう考え方で行くわけですね。いや、一番最後のスライドが大事です、本当に。えー、すごい大事です。<laughs> じゃあ、えー、もう一回見てみましょう。x イコール p の単振動という風うなのは、 巻き戻す。ちょっと、これをですね、コツとしてはね、こ、このコツも覚えておいてほしい。あの、左側に寄せるんですね。まあ、あの、もて、もし P が左、右側にいた場合は、こう、原点に、ここのスイカのボールを、ちょうどスイカのボールごと運んだ状態で原点に戻してほしいんです。だから、もし原点だったらっていう考え方を持ってほしいですね。そうすると P、えー、V-P 秒前の単振動なので、この形が成り立つ。これは覚えていただきましたね。 で、代入すれば OK と。で、えー、やっていただ、まあ、やっていただきたい、やっていただいたというか、えー、オメガっていうふうなのは 2π 割る t なんで、もうこれで完了だっていうことですね。うん。で、教科書に載ってるのはこの x 座標の p がもう本当に x って書いてます。だけど、まあ言ってること,と一緒なので、まああの、あまり深く考えないでください。いいですかね。じゃあ、ここまでにしましょう。ありがとうございました。